は腹式呼吸の練習をしたいと思います。お腹だけじゃなくて脇腹、背中、腰の後ろ、胴体かな、胴回り全部が膨らむように呼吸ができるという。ペアになったらば膝を片方に折ります。そうすると片方のお腹が空気が入るのが、そこにも空気が入るので、イメージ持って空気を腰の後ろ、脇腹、胴体全部膨らむイメージができたらば、そこから S 音発生していきましょう。で、りょうがくん触っててどうですか？はい、結構こうグッと膨れ上がってくる感じあります。